2024年9月23日、隠れ方が13番ね。月曜日の日刊生放送、月曜日の日刊生放送、始まるよ、もうすぐ始まる、始まるよーっても始まってるわけですが、今、左右ひっくり返しましてですね、始まりました。月曜日の日刊生放送、今週もやります。生放送、実はですね、今この瞬間ね、ちょっとね、なんかもうやりたくないなっていう気分がねしてましてですね、もうなんかもうちょっとやりたくないな、だから機嫌よく時間が来たら日刊生放送ね、気持ちよく機嫌よくできるようにねしてほしいですよ。本当に通院先とかでね、すごく嫌な感じがして、帰ってきて機嫌が悪くて、じゃあもう、そういう気持ちにさせる、その、期間の名前は何とかかんとかですよ、とかってこう、言ってしまうかもしれませんけどね。でそういうのは全然こう、抑止効果にも何にもなってないっていうね。こういうのをもっと短く言えば、人を舐めてる。人を舐めてるってわけですね。いや、月曜日の初っ端からね、言いたくなかったんですけどね。月曜日の初っ端から、こういう過激なというか、聞いて気持ちの良くないようなことをね、言いたくなかったんですけど、やっぱり私の日刊の放送は私の気持ちのままに喋るしかないので、言っちゃいましたね。良くないですね。本当に私もこう人格性ができてないっていうか、自分の気持ちのままに喋ってしまうという。そういうね。よくないですね。まあ、お許しください。はい。すいません。さてですね。何の話しようかなって全然例によって考えてませんでした。考えておりませんでした。天体の話がね、先週随分。出ましたよね。月の軌道って楕円の軌道っていうのも言いましたし、だから満月、それから下弦の月になって、新月になって、ね、三日月になって、ね、上弦の月、半月、また満月になって、ってこう、一年のうちに、あれ12回繰り返すんですか ?11回繰り返すんですか、してるうちに、見た目がですね、月そのものは大きくなったり小さくなったりしませんよ。月になんかポンプかなんかね、空気入れるポンプつなげてシコシコシコってやったら月がブーッと膨れて大きくなるということではありませんで、月の大きさは全く変わらないんだけど、距離がね、楕円軌道を描いてますから、遠くにいるとちょっと小さくで、楕円の地球に一番近いところに満月になったら大きく、だからこの間のいわゆる中秋の名月、毎年そうなるんですかね、毎年そうなるんですかね、どうなんだろう。それね、ちょっと調べがついてないんですね。ちょっと待って、中秋の名月、中秋の名月いつも、中秋の名月って満月でないとかっていうね、Google コメント欄、Google 検索欄に中秋名月って言ったら満月ではないとかって、これをもう見てしまったからね、そっちの方にね、もう走らないわけにはいけませんね。そうですよ。この間私が、その黄色い、月ですね。まあこれは自分が見たやつじゃないけど、人が撮ったいい写真。だけどまあ私が見たのもこんな感じでした。色がなんかね、黄色っぽいね。そういう。中秋の名月、満月ではない。ということは、で、誰かが満月は昨日だったんじゃとかっていうコメントがあってね。中秋の名月が必ず満月とは限りません。むしろ満月と同日にならない年の方が多いだって。いやー、生まれて初めて認識しました。
中秋の名月って言ったらイコール満月じゃねえのって思ってましたけど、常識を覆されてしまいましたね。これなんかホテル流明館東京とかっていうところのサイトに書いてて、これが良さげかな。中秋の名月の意味とは、十五夜とはいつっていうタイトルね。ホテル流明館東京、龍ってあのドラゴンですよ。龍の名前の館、ホテル流明館東京ね。今度東京に行く人はそこに泊まってください。全然コマーシャル料もらってないけど、お月見といえば毎年9月から10月ぐらいね。お月見団子とかピラミッド型に積み重ねられたお月見団子、あれがなんかサザエさんのアニメとかにねなんか出てくるんですよね、季節的なものとして。本当にあんなことをやってる人いるのかね。なんかこう四角い三方のちっちゃいやつにこうこれぐらいの月見餅ですか、これをピラミッドみたいにこう積み重ねといてって、本当にやってる人はいるのかね。あれ漫画とかで書かれてるのどっから逆に言えば出てきたのかなってね。これはまたこれでこうミニ文化史的な考察になりますけど、この行事のことを中秋の名月と呼ぶ言葉だ。その月見団子を備えて月をめでる中秋の名月。中秋の名月は旧暦8月15日。だから旧暦、陰暦、それから農暦っていうことは思うんですかね。でもその3つ、旧暦、陰暦、農暦って全くイコールではないみたいですね。ニアリーイコールの関係で。まあ旧暦8月15日の十五夜に月見する習わしを中秋の名月っていう。旧暦では7月から9月が秋。その真ん中の8月15日。だから秋の真ん中で中秋。あ、これもね、生まれて初めて今認識しました。今、私の脳細胞は今認識しました。そうか。旧暦7月、8月、9月が秋。その秋の真ん中だから8月15日。中秋。なんだ。ああ、その夜に昇る月を中秋の月と呼んで、さらにこの頃の月が、まあ、美しく見えるから、中秋の名月っていうことが生まれた。2024年は、その中秋の名月にあたるのが、9月17日火曜日であった、っていうことですね。中秋の名月は毎年変わる。その新暦ね、太陽暦で言ったらね。さて、十五夜とはどういう意味か。ね、似てるけど厳密に考えたら違う言葉っていうことなんですかね。十五夜とは旧暦における毎月十五日。ってことは8月15日はすなわち8月の十五夜なんじゃないのっていうことですね。あ、中秋の名月は年に一回だけだけど、十五夜ってのは毎月毎月やってくる、旧暦のね、毎月毎月にやってくる、それが十五夜。十五夜お月様見て跳ねる、うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月さん見て跳ねるね。これうさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月さん。だからこれ月にね、我々が見た時に日本人は古来より、うさぎが、こう餅をついているっていう風に見立てたわけでね。他の国ではない、カニとかですね、味気ないね、カニなんてね、カニよりさらウサギが餅ついてる方がうんとうんとねいいじゃないですか。でこの歌は何なんでしょうね。ウサギウサギ何みたいな、月の上のウサギが跳ねてるのかなと思いきや、十五夜お月様見て跳ねる、月の上にいたらね、自分がいるところを地面を見ても十五夜お月様じゃないから、やっぱり地球上のウサギが見て跳ねる。いろんな意味でね、厳密にじゃなくてゆるゆるに考えてもおかしな歌ですよね。まずウサギが
満月を見るとか、ましてや満月を見たから跳ねるという習性があるとは到底思えないですよね。こんなところで同様に横やりだってね、もう野暮もいいところですけども、13夜っていうのがあるよ。十夜の後にやってくる旧暦、9月13日が13夜。お月見行事は15夜だけでなく13夜、10日夜だから、まあその10日10日夜で楽しんで、13夜で楽しんで、15夜で楽しんでって、昔の人はテレビもないですし、インターネットもないですし、まあ15夜お月様見ながら歌でも読もうかとかね、もっとこの庶民であっても流行りの流行り歌を口ずさむとか、踊りを踊るとか、なんかいろいろ楽しみ方があったんでしょう。今テレビとかインターネットあるから、みんな自分の部屋にこもってね、自分の部屋にこもってチーンと一人見てるだけでね、逆につまらない世の中だなっていう感じがしますよね。そんなんなかったらもうそれは近所の人とかね、もう人が一緒につるんで一緒に楽しむっていうことしかできないわけだから、昔の方がそういう点では健全だな。まあそういう趣旨のことを先週末のフェイスブックにも書いたわけですよ。昔はあの電車乗ったら、まあボックス席ね、4人掛けの席なんか座ったら、全然見知らぬ人でも、まあ1時間と2時間とかね、同じところに座ってたら、それとなく、ああちょっとこれ一つどうですかとかってね、なんか誰か書いてましたね。ゆで卵くれたりとか、ゆで卵くれたりとか、みかんくれたりして、まあ話のきっかけってことね、話のきっかけ作って、全然見知らぬ同士でも、なんか話するようにね。ああ、一期一会ですよ。また別の方が指摘してましたけど、昔はそんな住所を教えたりしたからね、なんかこの人は下心があるんじゃないだろうか、とかって疑われることになるから、お互いに住所聞いたりっていうことは考えられないと。ね。今の方がインターネットの時代だから、メール交換とかね、アカウントの交換はしないか、アカウントの交換というと、ちょっと言ってることは違っちゃいますよね。あのメールでネットでやり取りできるようにするか、今の方がそういう点ではできた交流が続く可能性がすごく伸びているっていう鋭いご指摘もありました。皆さんのですね、社会を見るが確かだなっていう感じがしますけども、実は中秋の名月、必ずしも満月とは限らず、むしろ満月と同日にならぬ日の方が多いね、ご説明ですよ。その理由として月の軌道が楕円形、月の軌道が楕円形だから、満月の時は十五夜とは限らぬ、むしろ満月でない時の方が多いというご説明なんですよ。さあ読もうじゃありませんか。なんか私が最初に言いたかったこと、問いたかったことに、この流明館さんのサイトは見事に答えてくれているような予感を抱きながらですね、月によっては15日より前に、旧暦15日より前に満月のこともあるし、後になることもあるし、これは月の公転軌道が楕円形で、新月から満月までかかる日数が最大 15.6 日、最小で 13.9 日と変化してくるからだとさ、だからそうか、なんとなくこの新月から満月まで15日、満月から新月まで15日と今の瞬間まで思ってたんだけど、この龍月館ホテルさんのサイトを書いた人によると、最大 15.6 日、新月から満日に至るまで、短ければ 13.9 日、結構大きなね変動ですよね。2024年中秋の名月、5月17日月齢15にあらず 14.1 と、ということでね、
で、楕円軌道だからって言ってて、その楕円だからの理屈を全然噛み砕いて書いてくれないね。けしからんね。楕円軌道だから、なんか、まあ、自分で考えろっていうことでしょうけど、これはやっぱり二重三重に矛盾をはらんだ記述ですよね。だって、そんな江戸時代とかね、文明開化以前の多くの人は、まあ、なんですか、日本ではどうなんでしょう。やっぱり天動説だったんでしょうか。文明開化に至るまで。で、文明開化、明治の御代っていうことになって、教育がね、学校教育で、髭を生やした偉い先生が、諸君、我々の住んでおる日本のあるこの地球は太陽の周りを回っておるのであるとかってね、そう言って、ご説明くださったのでございましょうけども、どうなんですかね、江戸時代の人たちって、天動説の認識、いやいや、地動説の認識ってあったんだろう。これ一つのね、新たな興味のリサーチ対象ですね。いつから日本人は一般的に、地動説ってことになったのか。でもこれは分かりませんので、今は分からないですことしかないわけですけども、まあどっかで地動説になったんでしょうね。だから、まあ、地動説って、余震橋って、言ってたとしても月の軌道が楕円形だ。私ですら知らなかったんだから、21世紀を生きる私ですらこの弱いに至るまで考えなかったわけだから、もう円を描いてると思ってたら楕円なんですよね。だからその楕円だからちょっと遅くなったり、だから楕円だから遅くなったり早くなったりっていうのも理屈としては変だしね。綺麗な楕円だったら、一番こう短いところから一番長いところまで到達するのは、まあ4回タイミングがあるでしょうけど、毎回同じ、時間の長さになるんじゃないの？で、この、流明館ホテルさんの技術は、大変楕円軌道だからって、いいとこをつきながら、肝心な国家、ここから先を聞かせてくれよっていうところを書いてるかなと思ったら、スカッと書いてないと。いうことですね。もう名文ならぬ迷う方の名文ですよね。肝心なことを書けよということでございますよ。で、お月見の期限で、この辺は私今日は関心がないのね。今日は関心がないので、でもこれお月見、もともとは中国で中秋節っていうのをやる、俺がお月見になった平安時代、貴族社会で月見の宴、月見の宴ね、なんか科学の音がウィーンって流れてきそうな感じで、当時の貴族たちは月を眺めながらお酒飲んだり、船の上でシーカや楽器の演奏を楽しんでいた。これが月見のルーツ。江戸時代に入ってから、じゃあ庶民の間にね、庶民の間に今のような月見のルーツというようなことになってきた。庶民はまあ農民が多いですから、お供え物をし、豊作への祈りと感謝ね。そうですよ、稲刈りの時期ですよ、収穫の時期ですよ。まあ無事にね、台風が来てバーンと全部ダメになっちゃったりしないで、無事に刈り取ってね、それで収入があるところまで、このな食べられる、そういうとこまで行くようにっていう祈りを込めてっていうことなんでしょうか。楕円だから月の軌道がちょっとなんかね、中途半端のところでバーンとほっぽり出された気持ちですね。中途半端なところでほっぽり出された気持ちですね。よくないですね。月の軌道が楕円だから、
中秋の名月が十五夜とは限らないってことでしょ。中秋のこれ検索するの難しいよね。こういうことをさっきの龍頭月間ホテルさんの記述で全て書いてくれてるかと思ったら一番肝心なところを書いてないっていうね。あんまんと思って買ったらあんが入ってないっていうね。そういうことですね。中秋の夜月十満月とは限らない。これ出るかどうか。限らない満月と限らない、私検索ワードとしてあの月の軌道を楕円だから中秋の名月満月と限らないって入れてみたんですけど何が出ますか。月の軌道が正円でない理由から15日に満月になるとは限らず、だからそっから先を書いてほしいね。なんか元ネタが多分あるんでしょうね。だからあんまり自分の頭で考えない子供さんが、はい宿題やってこいよってね、写させてとかってそのまま写したみたいな体でしょうね。自分で、あ、なんで楕円軌道だったらそういうことになるのって、そこまで考えて答案を書いてないとね、お答え書いてないっていうことですね。楕円でないから15日にならないで、ね、答えになってないじゃん。なんで楕円だったらそうなるのかっていうことを言わなかったら、日本科学未来館の科学コミュニケーター臼田さんに聞きましたとかっていうのがあって、ちょっと待ってよ、科学コミュニケーターとかって言いながらスカッと外したらちょっとね、なおれですよね。楕円だからこれはあんまり書いてないね。書いとりまへんな。小さな子供さんに旧暦の話は難しいかもしれませんが、確かにね、これは実は月に由来するので、旧暦1日は月が始まる日、月が始まる、だから月、天体の月と1月2月の月は切って切り離せないね。だから咲くとかって言いますよね、かっこいい、なんか時代劇なんかに出てきそうな言葉でね。昨日、咲くっていうのは新月のことですね。あれ、それで分かったのかな。ちょっと待ってよ、楕円だからっていうのがここもなんか書いてる気がしないね。楕円だからってなぜとかって検索ワードに入れても多分出てこないだろうね。もっと違うアプローチをしないと。郷里の窓、郷里の窓、何の郷里なんだ。2つの原因がある。中秋の名月は満月わけじゃない。第一の原因は月の公転軌道が楕円だから。もう一つあるって何だろう。それが気になってそれを開けてしまいました。 PDF が開かれて、金融とかって書いてるよ。14番目の月なのである。ちょっと待って、郷里の窓じゃなくて数里の窓か。数里の窓、新暦導入前借用証書には元金100文に対し利息3文
のように月利で書かれていた。また複利ならず単利だったので計算むちゃくちゃしやすかった。でそれが今難しくなってるっていう、なんかいらないことを読んでしまいましたね。新月の瞬間を含む日を昨日とする。私の昨、なんていうかな、逆方向の逆ね、あの神妙の中に、神妙じゃなくって、なんとかだ、なんていうんだっけ、あのこの道っていう字、の首を跳ねてそこにこう入れたら逆になるね。それの尿を取って尿じゃなくておしっこみたいなね、尿を取ってですね、それを変にして作りを月にしたですね。これが策だったと思います。新月の瞬間を含む日を昨日とするので、大の小、月の小の並びが毎年変わるのである。一番厄介なのはウルー月である。1年が12ヶ月だったり13ヶ月だったり、なんかまたおするべきこと書いてますね。旧暦の時代は1年が12ヶ月だったり13ヶ月だったりする。ご商売人なんか困ったんじゃないでしょうかっていうのは、利息の計算が、計算法がシンプルだったから、まあそんな困ることもなかったんですよ。でこれ13ヶ月ある時って13月の名前ってないよね。ちょっと待って、13の月ってなんか睦月、如月、弥生とかって言うじゃないですかね。睦月、如月、弥生とかって言うじゃないですか。それ以外に13番目の月の名称ってあるのかなって、そこに私の興味は移り、今ね調べているわけですよ。旧暦における月の名前とは、和風月名の12ヶ月について、13の月の暦、13の月の暦、ウィキペディアでね、13の月の暦とかってね、これは13日、1ヶ月を28で固定し、1年を13月とする暦。だから今まで言ってきた概念とまた別のことを言ってるわけだ。13ヶ月の暦法は歴史上何度も改暦案として提案されてるということで、国際的にまた歴史的に1年13ヶ月、13ってね、不吉な数だしね、西欧諸国からは考えられないでしょうね。結局12ヶ月っていうことでね、型がついたっていうことでしょうけど、国際固定暦は1930年提唱された暦法、アメリカ合衆国のニューヨークおよびイギリスのロンドンにおいて、イーストマン・コダックの創業者ジョージ・イーストマンによる国際固定暦連盟が結成され、それが策定した。その団体によって提唱されると、6月と7月の間に新しい月ソル、あるいはミリっていうのを置くんだ。このコダックの社長さん、会長さんの提案はやっぱり13ヶ月にしようぜ。だから6月7月の間に、ジュンとジュライの間にソル、あるいはミリっていうのを置こうと。予日は年末にね、
ウルービは6月と新しい月の間に置かれる。もう私の超理系弱い頭は言ってることの意味自体がわからないと。ね、楕円だから15日ピタにならないっていうのをそのまま書き写してる状態になってますね。どんな喋ってても時間が来たらね、どんな中途半端でも終わらないといけない定めにね、助けられて今日の日刊生放送を終わろうとしてるわけですね。で、お聞きになっておるあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と門と導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の日刊生放送これにて、コメント欄がイエス様は満月を見てどう思ったか、どうなんでしょうね。今週もドーンと言ってみよう。月はね、出てきますね。ヨハネの福音書でしたっけ、ルカでしたっけ、あのユダの裏切りの場面ですね。ユダが出て行った後、月は満月じゃなくて三日月じゃなくて何だったかな、なんか書いてましたよね。だからそれがユダの心の暗さ、心象風景とその月の暗さということをマッチさせてるんだ。で、暦そのものはね、杉越の祭りですから、杉越の祭りがいつ行われるかということをまず根本的に考えないといけないということですね。両方から考える必要があるということですね。さて、6時31分18秒ということでね、これで32分になる前に終わりたいと思います。ってなわけで、明日もよろしくお願いします。